ございます。今日は2018年の、お名前ランキング、女の子の漢字部門で結ぶという字が1位に出てましたので、ちょっと結ぶという字をね書いていきたいと思います。で、こちらに書いてみますね。糸編なんです。ここからの、中心線からとても近い位置から始まります。怖がって左にね寄ったりしないように、中心に近いです。キュッキュッキュッと切って左を出してトントン、こういう感じでね、こう傾斜をつけてあげると綺麗ですね。で、こう向こうに行きたいという力を少し見せましょう。こんな感じでやってあげると、かっこいいかな。外形としたらこういう感じにねなってもらえるといいです。で、下はこうやってちょっと揃うような感じですけど、ここにはね口という字のこの書き方として、ちょっとここなら見えるかな、ここに引いといてこうきますよね。口ってこっちがこうやって出るんですよ。で、どちらかといったらまあここも少し出ていいかなっていうぐらいなの でここに隙間ができるぐらいだけど、これちょっと長めにしてるので右下がねこうやって引っ張ってくれるのでバランスがよく取れるというところです。で、これ気をつけたいのはやっぱりこここの部分が結構小さくなりがちなんですよ皆さんね。なので一画目をしっかりとこう長く出しといて、まあ、こことここそんなに変わりないぐらいの長さだよっていうところを出しましょう。それからこういうところは頭しっかり出してあげた方がバランスも取りやすいので、かっこよく描けると思いますので、ここしっかりね出してください。で、今筆ペンでさっさって描いちゃいましたけど、こういうところ、筆ペンで描いたりするときには特にですけど、頭をドシンとやるよりもギュッとこっち側止めの方に意識を向けた方が小さい字とかは綺麗に書けると思いますので、昔の習字を思い出してドンって入るようなそういう書き方はしない方がいいと思います。はい、ではねこちらね宛名書きでもたくさん使ってください。はい、失礼します。